ラワーアレンジメントは自分で考えたその作品とか自分がこうしたら綺麗になるかなって花を自分で決めて違いとかを感じて最後完成する時の達成感とかなんか綺麗やなっていうなんかそうですね癒やしみたいな感じです。私は高校に入った頃、花に触れるなんてとても僕の中ではあまり楽しさが分かりませんでした。しかし高校に入ってみて3年間花に触れてきたら、花に触れる大切さなど面白さなどが分かって、すごく楽しいと思えることがありました。フラワーアレンジメント楽しさは、一つの花を挿したり少し位置を変えるだけで全く全体の雰囲気が変わるところだと思います。みんなで一つの作品を作るのが僕はとても楽しいと思います。高校に入るまでは普段触れることのない花でしたが、私が面白いと思うのはみんなで一からデザインを考えてフラワーアレンジメントを完成させることです。フラワーアレンジで楽しいと思うことは、たとえ一本の花でもいろいろな花と組み合わせることによって綺麗な作品などを作ることの楽しさを感じたり達成感を感じることができるところです。